はい、ところで皆さん、今日はね、ミッドマスター E、やっていこうと思います。初手を取らせてです。どうだよ。皆さん、まず思ってると思うんだけど、いや、ミッドマスター E って弱いだろと。どう考えても。連戦勝てるやついないだろって思うでしょ。勝てないんだよね、これが。困ったことに連戦は勝てないんだけど、それを楽にする、とっておきの裏技がね、あるんですよ。まあ、それはね、後でお見せしようと思います。じゃあ、ビルドは、ゲールフォース、エッセンスリーバー。こういう感じになってます。よろしくお願いします。まあ、ただこのミッドマスターでなんと、マスターに到達したプレイヤーがいるということね。KR サーバーね。KR サーバーのマスターに到達した人がいるということで、やっていこうと思います。タイミングがバルスだね。違ったわ。GP でした。GP です。タイミング GP ですね。まあ、あまり楽な対面ではないでしょうが。まあ、やってみましょう。で、基本的なレーニングのスタイルとしては、レベル1で対面が弱いんだったら、Q でね、殴りに行きます。ただね、そんな弱いわけじゃないんで、GP。レートキャリーではあるんだけど、だからね、前衛にね、Q 打ったら、その後何もしないらしいですね、しばらく。これで CS を取って、1個も取れないんだけど、みんな。あ、1個取れたわ。ワース。で、あとはおとなしくしておきます。まあ、今回 GP だから、多少マシなレーニングはできそうだけどね、他のレンジとは違って。AFK します。無理だ。ウェーブに近寄れない。とてもじゃないけど、ウェーブに近寄れない。でも、皆さん、W があるんですね。W2 レベル W 取って W を使います。なんと、これだけ。これが、どんな対面が来ても、レーンを耐え過ごせる。やり過ごせる裏技です。これ W ね、確かダメージ食らってない人も120回復するらしいんだよね。120。で、2レベルで200回復するんだよね。で、体力が減ってると400回復するんですよ。だからね、割と誰入ってでもレーニングこなしちゃう。っていうのが、このミッドマスターのコンセプトらしいね。W を使うだけに。はい、ありがとうございます。で、ここ、皆さん、3レベルで W を取ります。上げますというか2レベルに上げます W を。そうすると回復量が爆上がりして、マジで誰も倒せなくなる。マスターのことここなんだよね。まあ今の正直な話させてもらうと、 E を取るべきですね。 E を取って、あのギャンク来てくれたんだね。 E を取るべきだったんですけど、どうしてもあのやりたかったので、3レベル W 取りね、3レベル W 取りをどうしてもやりたかったので、やってしまいました。すいません。やっこの時点でもう回復量200だからね。しかもこれ、減少体力に落ちて最大 100% まで増加するので400回復です。最大。だからこっからはね、まあ、逆に警戒しておけば基本的にはまあ、全然って感じ。はい。皆さん、こういうことです。終わりましたか？こういうことです。4レベルはね。4レベルから普通にあの上げていく。王剣2のビルドに行くんだったら、あの、いい上げしていく。普通のクリティカルビルドだったら9上げます。まあ、普通のビルドだったらね。今回、9一発ぐらい食らってもいいなと。9ってこう、来い。マイクも今忙しいんだけど。シジミニョンは欲しい。シジミニョンは欲しい。やべ、今 W がない。今 W がない。ただあと10秒上がる。レベル6からね、割と強いんだね。はい。やべね、ミッドマスターってさ、倒したくなっちゃうんだよね。倒したくなっちゃうんだよ。いや、わかる。あ、これ 3秒だわ。これ6になるわ。6になるから、これでいって。よし。みんな、これティルってきた相手。これ相当ティルってきてる。もうなんで、なんでミッドマスターに負けなきゃいけないのってなってるから。ワードミスったわ。ワード。ありがとう。タワーグロー感謝。
で、これダブル一瞬だけ使うとタワーのダメージがミスった。タワーのダメージをね9割カットするっていう奇跡のブラザーがあるんだけど、ミスりました。やり方は簡単で、 W を一瞬だけ使うだけです。タワーグロークだけ一瞬使うだけ。そうするとタワーのダメージに限り、あのダメージがね9割減します。ほべはぁって感じだね。やっぱ W がいいな。 W めちゃくちゃ気分いいな。これこのスキルいいな。ジャングルだとねオートキャンセルぐらいにしか使わないんだけど、このスキル実際、おいや、マナがない。ダブル！お、生きた。生きてた。3点目何積むんだろう。後で見ようか。多分ステラックだと思う。W 最強。W とかいうスキル最強。で、ゲールできてからはもうね、最強。最強。誰でも追いつけるから、この Q とねウルトとゲールフォースの MS 効果があれば誰でも倒せる。10割飛ばせんじゃないかな普通に。今ダブル、今タワーのキャンセルめちゃくちゃ分かったのに、今のが言ってたね、あのタワーのダメージ下げるやつね。タワーで全然減らなかったでしょ、体力ミリしかなかったのに。うわーマジか。まあダブル使えば回復できるんだよ。ゲールフォース最高。ゲールフォースとかいうアイテム最高。びっくりした、リシャルウルトラからね、さっき撃てなかったからな。いやー奥義最高、おいしい。なんとか間に合ったな。ゲールないからワンチャン追いつけないかなと思ったけど、意外といけた。間に合うかなーこれ。あ、皆さん、はい、77ダメージしか食らえません、タワーから。すごくないか。このバグ、これやっぱし、本当に仕様なのかな。一生直んないマジで。一生ライアットこれ直さないけど、仕様ってことでいいですか。こんだけ揃ってればさ全員倒せるんじゃないかと思うんだけど、どう思う、みんな。見えねえよ。こんにちは。ごめんね。見えてんじゃん。怖っ。あ、まさか。動けないよ。まあね、な、押さないんだこれ。わおわおって感じ。クリティカルめちゃくちゃ出たな。運よくクリティカルがだいぶ出た。強っ、かわして、あ、そっか、 GR からまだ戦ってよかったんだ、冷静に考えて。強っ強
どうする？ミノンがいる。セーフ。うわ、全部スキル俺が食らう。つまんないよ。やっぱりマークスマーね、このゲームじゃ生き残れないから。十時。よかったね。普通になんかうまくいっちゃったなって感じ。めちゃくちゃうまくいっちゃったなって感じだね。十時。やっぱ揃ったマスター相手って強い。お前の死体は無駄にしない。